皆さんこんにちは、ビートオプション顧客サポート部のナンシーです。ナンシー、今までずっと喋ってたんですけど、ライブ放送されてたかな、されてたかな、うわー、もしかしてされてなかったかな、すいません皆さん、されてなかったかな、もう一度ちょっと撮り直します。いやー、ナンシーごめんなさい、本当にごめんなさい。ナンシー、されてないかな、ちょっと確認しよう。いや、今更遅いな。はい、ではこのままちょっと通します。本当に待っていた方すいません。もしかしたらナンシー、これダブルテイクだったらもうすでに放送したので皆さん見ないでくださいね。今回はハイロトリッキーと OD の違いについて説明を行っていきましたが、もう一度行っていきます。ごめんなさい、本当にされてなかったんかな、もしかして。ちょっと焦ってます。はい、ではちょっと簡単に説明していきますね。本当にこれはまずいわ、ナンシー。はい、ということで今回ハイロートリッキー、はい、ちょっと説明していきますね。ハイロートリッキーと OD の違いをちょっと簡単に説明していきます。まずはこれ、ハイロートリッキーなんですけども、基本的にはこの、ここか、あ、ちょっと焦ってるな、ダメだ、ここ開始時間っていうのがあります。で、開始時間がなくてはそっからスタートした取引はできないんですね。なのでこの、してからしか取引できないんですね。で、この前であれば、前かであれば購入はできないっていうことになっています。で、この開始時間、こっから取引ができるってことになってます。で、次にここで締め切り、できるところはこれだよっていうのがあるんですけども、これが残り何分まで、ここまで、権利放棄っていうことができるっていうことなんですね。で、この権利放棄っていうのは途中で決算がしたいっていう時に利用します。で、基本的には終わりの時間はここなんで18時30分っていうことになってます。で、今の時刻を見て、あ、18時30分に終わるんだな、あとまあ13分ぐらいあるなっていうのが分かりますよね。で、その中でここで、あ、残りここまで購入しても権利放棄はできるっていうことが分かります。はい、なのでちょっと難しいなくなりますね。だから基本的には18時スタートで残り7分52秒まで取引購入できる。で、一度締め切ったらまあ5分、この場合は5分取引、5分間の間取引と、権利放棄が、できるですね。ごめんなさい、これ間違ってます。あ、そうか、できないんだ。一度締め切ったら5分間取引と権利放棄はできないということになります。あー、なんし焦りすぎだわ、本当に。いや、本当に申し訳ないです、ごめんなさい。本当にライブ放送してなかった、どうしよう。いや、終わった時に気づいたんですよ、あれみたいな、ごめんなさい。はい、で、このオプションオンデマンドなんですけども、すごい一番人気があるんですね。で、オプションオンデマンドっていうのは基本的に本当にシンプルすぎて何も説明しようがないんですけども、1分、3分、5分取引があります。で、その中でまあ最短1分があるのですごい人気あるんですけども、要するに今から購入して1分後に終わる、で、3分であれば今から購入して3分後に終わると、自分が好きな時にトレードができるっていうのがこの基本的にオプションデマンドになります。で、オプションデマンドと、ハイロー取引、どういうふうに使い分けるの、どこがいいの、どこが悪いのっていうのことについてちょっと説明していきたいんですけども、ハイロー取引、はい、ちょっと戻りますね。ハイロートリッキーっていうのは基本的に、3分、確か3分、15分、30分、1時間という取引方法があって、長期的にちょっと長めのバイナリーオプションの取引となってるんですね。なので、普段ちょっと長めの取引で、ずっとパソコンに張り付いて取引はしたくないという方にはおすすめです。で、また、本当に初心者の方で、本当に高値、安値という線を引いてですね、あ、ここ高値だな、ここ安値だな、そしたら上がってきたらローで購入しよう、下がってきたらハイで購入しようっていう時に、1時間取引であればすごい取引しやすいと思います。で、いつだったかな、最近ちょっとその初心者のトレードの方で、5000円入金して8万円出金された方も、その取引の方法で出金したって言ってたので利益になったんですよね、すごいですよね。なので、そういうような取引方法もあります。すごいシンプルに使えるのでいいと思います。で、次に、ペイアウトのものが高いのがこのハイロー取引で、今であればちょっと期間によってこうちょっと変わるんですけども、基本的には今のところ原油だったかな、原油とシルバーが、ペイアウト 90% ということで一番高めとなってます。で、取引
まあ、ずっとできないという人にはいいし、でもどういう人には良くないかというと、やっぱり1分取引で1分足で1分取引がしたいという方にあんまり向いていない。で、私みたいにポジポジ病の方であれば、本当にもうなんていうのかな、我慢できないので、どうしても権利放棄もう少し残しとけば権利放棄で勝てるのに、ポンってこう権利放棄してしまってですね、もっと利益を増やせてたのに、まあ、待てなくて、私みたいなポジポジ病ではあればちょっと向いていないかもしれないです。はい、ということで、権利放棄の仕方ちょっと説明したいんですけども、これテントレーダーの場合は購入すると一旦この下にこういう風な表示が出てくるので、権利放棄と押します。そうすると権利放棄でタラーンって音鳴って、途中で決算ということになります。しかし必ずですね、パーセンテージを見てください。で、パーセンテージが 100% でなければ、以上でなければ、購入額以上の利益とならないので、その点だけご了承ください。で、ブラウザー取引であれば、ここにペイアウト 70.92 ってあるんですけども、ここで確認して、あ、100% 以上だなって思ったら、この黄色いボタンで、はい、クリックすると利益になります。はい。ああ、もうひどすぎる。自分がもう情けないわ。はい、ということで、まあ、はい、で EMA なんですけども、 EMA を使っていきます。順張りトレードということで、先ほどもトレードしちゃったんですけども、ですね、 EMA を選択していきます。で、 EMA を選択して、今回は5の設定で OK を押して、緑色を選択して何種をちょっとトレードします。はい、で、 EMA は、まあ、基本的に一番主に使うんですけども、 SMA というものも使います。で、 SME はここで Simple Moving Average と選択して、期間は21に設定しました。で、色はちょっと何種区別をつきたいので、 EMA と SMA と、なので、赤色にして OK と押して使ってます。で、 EMA と SMA のちょっとこう使い分けなんですけども、 SME で長めのトレンドを、はい、確認します。で、 EMA で短期的なトレンドというか、購入タイミングを見計らって購入していきます。で、これに加えてですね、何社はちょっと水平線というものを利用してるんですけども、水平線は基本的にもう次はどこに行くかなっていう基準だけで今回は使います。なので、ここで水平線、はい、ペイントブラッシュマークで水平線を選択して、水平線の引き方っていうのはロウソク足のボディもしくはヒゲの上でもいいので、あ、2回以上あるなっていうところに線を引いていきます。はい、6つまで引いて OK です。しかし、まあ、4つぐらいが一番いいんですけども、その辺もまあ結構なし適当ですそんな言っちゃ怒られるけど、はい、ということで、あー、もうなんかもうストレス溜まりすぎてお腹空いてきた。はい、ということで、実際にちょっと取引を行っていきたいと思います。なんし、さっきのトレードどうなったんかな、けー負けてるみたいな、あれまだ写し替えてないか、はい、負けてるみたいな感じになってますよ。で、本当はなんし、これマイナスになっていれば、あと、まあ、購入締め切りまで残り3分だったので、まあ、このままちょっと取引しましょうか。はい、ですね、ちょっと一旦、はい、どうしようかな、はい、一旦ちょっとローに入れます。いやー、どうかな、ちょっと中途半端なんですけど、はい、ローに入れます。で、なぜなぜこういう風に取引したの、あ、残り3分しかないんだ、まずいな。はい、取引したかというと、ちょっと見ていきますね。まずは1時間取引を見ます。はい、1時間取引を見て、で、ここでナンシーが主に見ているのはこの赤色、これが SMA ですよね。 SMA 移動平均です。で、この移動平均がこう下向きなんですよね。で、下向きっていうことはダウントレンドで、主に相場は下に流れている、こう売られているっていうことが分かります。原油が、はい、安くなってるんですね。なので、長期的な流れとしては、まあ、下がるだろうっていうことが予測されます。しかしですね、この取引、私はもう早くパパッと権利放棄とかしてしまいたかったので、この次に5分取引を見ます。で、水平線をちょっと引いてるんですけども、水平線っていうのは基本的に次はどこまで来るかっていうのをだいたいこう目安をつけてるんですね。で、5分取引を見ると、はい、ここがよくタッチするなっていうか基準が結構あるんですけども、
どうしても5分取引で見てもこの SMA が下がっている方がここ下がっていますよね、こっちの左側。この下がっている時であれば一番いいんですよ。この下がっている時に EMA を見て、この指数平滑移動平均と日本語で言うんですけども、この指数平滑移動平均の上にタッチするとロー、上にタッチするとロー、ここではちょっと負けてるんですけども、ここにタッチするとロー、ここにタッチするとローっていうことでロー、ここちょっと負けてますね、ここでローっていうことになるんですけども、基本的にここにタッチするとローっていうことになります。これがベストです。1時間で見てダウントレンドで、また5分足で見ても、まあもう結局バイナリーって短期的なことになりますよね。こういう風にあのもう残り1分とかなので、締め切りまでで権利放棄がしたいと思ったら、ちょっとはい短めのものを選択します。5分足ですね。でもう基本的にはここに来たらロー、ここに来たらロー、でここでちょっとブレイクしてしまうとですね、ちょっと様子を見るっていう方がいいんですけども、どうしてもライブ取引であるために、何社こうやって水平線を引いてですね、水平線の基準となったのは、あの基本的にはまず何をしたかというと、1時間取引で水平線をこの辺り、本当はあの1週間ぐらい、1時間の足だとどうしてもすごい長いスパンが見れるので、だいたい2時間あ、1週間か、1週間の間でよくタッチするなっていうところに、ここ高値でよくタッチするとこ線を4つ引いたんですね。で次にこの履歴見てるの、はい、5分のところで、こうやって表示させて、で5分でも線を引きます。なぜかというと5分を基準にこうトレードをしていくので、どうしても5分でよくタッチするなっていうところに線を引きます。でなぜ下に引いていないかというと、あの基本的には1時間足での順張りでも5分ではちょっと逆張りってなっちゃうんですけども、基本的には売り方向ダウントレンドになるって想定してるので、上の方で基準をつけました。この辺りでは一旦購入、ロー購入をしていくっていう基準をつけました。でここを超えてしまうと、この一番上の線っていうのはこの1時間足でのこの SMA のこの線になるので、これをブレイクしてしまうと、もうツタツタツタッと多分このまま上がっていく可能性があるので、ナンシーはそれはもう取引しないっていう基準で決めています。はい、そんな感じです。もう本当にごめんなさい、これ本当に上司に怒られるわ。それ怒られるよね。だって本当にちょっと皆さん、このままちょっと流しとくので、ちょっと私本当に今日撮っていないのか見ておきますね。いや結構いろんな面白い話やったのにな。いや見れないわ今、ちょっとこのままにしとこう。ダメだ。いやなぜその分そうなんですよ、ナンシーですね、実はその先ほどのライブ放送していれば多分聞いてわかると思うんですけども、ナンシー実は2日前に多分口座の残高見てわかると思うんですけども、2日前に50万いったんですよ。50万だったかな、あそうそう50万いったんですよ。なんとですね、月曜日の昼に 89% の勝率で、なんしあもう神様だわって自分で思いながら調子乗ってたんですね、すごいバカみたいに。でその次にそうそう、その次にあもうこのままだったらなんかウキウキだし調子いいし肌も絶好調だし、もうライブ放送なんとなくナンシートレードしちゃおうみたいな。なぜならば水曜日と金曜日をちょっと今週はライブ放送しようと思ってたので、あ月曜日になんとなくナンシートレードしようと思って午後にしたんですよ。そうするとなんと一緒の手法は使ったんだけども、あのブレイク基準となった水平線のところでなんかこう話しながらするとなんかまた違うんですよね、感覚は。まあ言い訳に聞こえるかもしれないんですけど、結構喋りながらこうやってるとなんか自分のペースが乱れて、ここで考えながらこう喋らなくてダメなのに、考えずにですねブレイクしたって分かりながらも購入しちゃったんですよ。でなんか後味悪いし、なんかライブ放送中にもこれもうやめた方がいいよねとか言いながらも、やっぱりなんか後味悪い、なんか負け越しで買えるのもなって思ってトレードしちゃったんですよね。で最終的に負けて終わったんですけども、なんと40万マイナスになったんですよ。何し40万ですよ40万。
40万で何ができますか？はい、で9万ちょっとまで落ちてしまって、でそう、今もちょっと9万なんですけども、多分このトレード勝てると思ってるので、で9万ぐらいになって、もう本当にショックで、なんと何し土曜、月曜日に帰ってもバカ食いしてですね、で次に火曜日に昨日10時半、もうすごいショックで、ツイッターにも何も上げる気なくて、で皆さんからの反応もなんか見るのもショックすぎてもう見れなかったんですね。でもうちょっと途方に暮れてて、でナンシーも当分これ立ち直れないやと思って、で今日来た時に、はい、あるものを見たんですよ。あるもの、はい、これ七点八起、なんか変な呼び方、でもあの Fall down 7 times and get up 8っていうことで、まあ7回転んでもまあ8回起き上がればいいやということで、なんし言いたいんですけど、それじゃダメなんですよ、バイナリーじゃ。それだったら負けなんですよいやでもまあそういう気持ちで前向きに行こうと思って、で今日朝にこうあのツイッターとか見ると、皆さん結構いい感じにコメントとかいただいてて、ブログでもなんか、昨日ブログは見たんですけども、ブログでもなんかいい感じに、はい、なんか頑張れみたいな、 We can do it みたいな感じであの言っていただけたので、こうちょっとシクシクってなりながらちょっと頑張ろうみたいな、はい、感じで、でサポートチームになんかしらーみたいな顔で見られたんですけども、はい、いやーでもショックですよやっぱり。で昨日もう本当にもう食べずに寝ようって思ったら10時半ぐらいにですね、分かった、もうなんかもうこうセーブしたお金を全部持って行ってバカ食いしてやろうみたいな、ちょっと高めのあのホテルに行ってですね、バカ食いして全部使ったろみたいな、ふわって食べて、でちょっと吐きそうになりながら帰ってですね、で寝たんですけど、今日もなんか変なこうあれがあって、結構またバカ食いしてですね、ちょっと体調悪いんですよね、正直なし、うん、でニキビは出るし、ここになんか目ん玉あるかのようなニキビできてるんですよ、ほら、まあ見えないかな、でもできてるんですよ目ん玉。だから多分トレードしすぎて、なんか光がこう出てきたんか知らないけど、トレードのこう目ん玉が出てきてるんですよ。頑張れみたいな、いけるみたいな、はい、もう本当にごめんなさい、これ謝りきっても無理だな、多分謝りきってもこれ謝れないわ。いや人の時間を無駄にしたっていうのはちょっとあれですね、時間ほど大事なもんないんでね、本当にごめんなさい。聞き飽きたって方はあのナンシーこの、 あのライブ放送のとこパンって叩いてくださいあのちょっと芸人っぽくこうやるんで、こうやって、すいません。あれほどダサいものないですよね、こうなんか関西とかないですか、こうパンって叩いてこういう風になるやつ、あれなんしべっきらなんですよ。あれ日本語でなんか言葉あるんかな、あれ大嫌いで、昔なんかハワイのその大学行ってる時にされたんですよ、あの大阪のお友達大阪のお友達がいたんですけども、ポンって叩かれて、あみたいな、なんかナンシーそれされたことがなかったんで意味が分からなくて、なんでこう叩かなくちゃダメなのみたいな感じで言ったら、これは愛情表現なんで大阪ではみたいな感じで言われたんですけど、本当ですかね、みたいな、愛情みたいな、あそしたらいいよみたいな、でもちょっとソフトにやってみたいな、はい、そんな感じでナンシーよく言ってました。でもひどすぎるわ、ナンシーダメ、本当にダメっていうか、ちょっとナンシーこれちょっと変えようかな、こうなんかナンシーのツイッターとかで上げてもらっていいですかね、誰か甘えてるみたいな、甘えんなみたいな、確かに甘えんなんですよね、ツイッターでね、こうナンシーみたいな、ナンシーライブ放送できてないよみたいな、とか声出てないよとか、 BGM 大きすぎるよみたいな、今までのもん数多くいろいろやってるんで、もう本当に最低ですよね。なんか来てるんかな、もしかしたら来てないな来てなかった、ツイッター見たんですけど、いやもしかしたらライブ放送されてる、これダブルでやってる、もしや、まあいいや、ダブルでやっててもいい、とりあえずちゃんとやってるかやってないか、やりました、はい、やりま
本当に本当にごめんなさい、もう言い切れないわあんまり。はい、でどんな感じ、残り1分2分、これいきますね多分。やった、これで利益になればいいんだ。でも権利放棄してないですよね正直、いやー権利放棄できなかったんですよ。ここで多分買っててここまで下がっていれば、ここで権利放棄できていれば結構いい感じに、もうすでに利益になってると思うんですけど、これじゃなかなか、さっきなんか100ちょっとしか超えてなかったんで、1個だけもう一つ考えるとちょっと無理ですよね。はい、あーもう本当に申し訳ないわ、てか人事じゃないわこれ本当に。またショック明日また上司に怒られるわこれ、めっちゃ怒られる。自分から言おうかな、自分から言わなく、いや言った方がいいな。なし、本当は逃げたいけど逃げたらダメだ、これは立ち向かおう。どうやって改善したらいいかちょっと考えます。本当にライブ放送されていなければですよ。てか上がってきた、やだ今更上がらないでよ。残り30秒、え本当にマジで言ってる、42.62 でしょ、あ大丈夫だな。でももう一個は 42.6、 あ大丈夫だな。イエーイ、とりあえずいけそうです、イエーイ。でナンシーちょっと目標立てて、本日のあの取引例のとこにアップしてるんですよ。1日利益目標5万ということで、ちょっときついかもしれないんですけども、基本5万で頑張ろうと思います。今日はそこまで行ってないんですけども、はい、はあ、頑張ろう、頑張るしかない、そんなくよく言ってられない、うんうんうん。ということで以上です。うん、すごい適当な感じなんですけど、いや本当にごめんなさい、もう行っても行っても多分足りないぐらい、ね、本当にごめんなさい皆さん、あの本当にライブ放送されてなかったらごめんなさい、ごめんなさい、ということで皆さん、あのコメントとかくださいね。もう本当に申し訳ないで、もう何回言いすぎてももう足りないぐらいなんで、はい。ということで、Thank you for watching everybody。 これを見てくれたあの方、皆さん、Thank you very much。 あのまた、ライブ放送はですね、金曜日となって、ちゃんと覚えて、ちゃんとなし、覚えてるんですよ。覚えてるけど、ちゃんとクリックするんで、あの、放送みたいな。はい。すいません。では、Thank you very much for watching. Goodbye everybody. See you.